ジョバンニトラパットーにはイタリアクザーノ・ミラニーの出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。監督としてイタリア、ドイツ、ポルトガル、オーストリアの異なる4カ国でリーグ制覇を成し遂げ、ヨーロッパサッカー連盟主催の3大タイトル及びトヨタカップの両方を制覇した唯一の人物。1959年セリエ AAC ミラーに入団し、リーグを2回。 コッパイタリアを1回、チャンピオンズカップを2回優勝し、活躍を見せた。イタリア代表としても17試合に出場し、1962年の FIFA フフワールドカップチリ大会にも参加。1972年、バレーゼに在籍したのを最後に選手を引退した。その後、1973年に、チェーザレ・マルディーニの後を受けて、 A.C. ミラン監督として指導者としてのキャリアをスタート。1976年にユベントスの監督に就任すると、初年度でセリエ A 優勝を果たし、1986年までの在籍期間に UEFA チャンピオンズカップ優勝等13個のタイトル獲得に力を発揮。さらに指揮を取ったインテルやバイエル・ミューン編でも多くのタイトルを獲得した。 2000年、ユーロ2000終了後に、ディノ・ゾフが、イタリア代表監督を辞任したのを受けて、代表監督に就任。2002年の FIFA ワールドカップ、日韓大会、ユーロ2004などで指揮を取った。守備的な戦術によって、豊富なタレントを活かすことはできず、ユーロ2004では、グループリーグ敗退という結果に終わった。 ユーロ2004終了後に代表監督を辞した後、ベンフィカとレッドブルザルツブルクの監督を務め、ポルトガルとオーストリアでリーグ優勝を果たした。2007から08シーズン終了後、ザルツブルク監督の職を辞し、アイルランド代表監督に就任した。2010フィファワールドカップヨーロッパ予選ではグループ2位となり、フランスとのプレーオフに臨んだが、 アンリのハンドが見逃される誤信もあり敗北し、本大会出場はならなかった。ありがとうございます。